1月19日、江北区にある慶応義塾大学のキャンパス内に日吉図書取次所がオープンしました。この施設はインターネットで予約した横浜市立図書館の本の貸し出しや返却ができるほか、図書館の企画展示やイベントが実施されます。市民の公募によって決まった愛称は日吉の本棚。オープンを記念して宇沢聡明広北区長や関係者によるテープカットが行われました。広北図書館が、区内のですね、南部の、地域にございます。そういう意味で、北部の区民の、方たちからするとですね、図書サービスの強化というところは、まあ、長年のですね、悲願であったというところでございます。日吉図書取次所が本と人、人と人、そして人と地域をつなぐところとなるよう、どうぞこれまでと変わらぬご支援、ご協力をお願い申し上げます。オープンと同時に利用に必要な図書カードを求める行列ができていて、近隣住民にとっても待望の図書施設であることが伺えました。他の今まで他の図書館利用してたんですけどね、自転車で行くと遠いんで。広北区って本当に図書館が少なくて、でここにすぐ10分ぐらい行ったところに住んでるので、もうこの中にできて本が今までより借りやすくなるっていうので、もう早速初日に作りに来ました。